第2次、フィッシャー砦の戦い。第2次、フィッシャー砦の戦い。第2次、フィッシャー砦の戦い。セカンドバトルオブ・フォート・フィッシャーは、南北戦争の終戦近くに、ノースカロライナ州ウィルミントン郊外、フィッシャー砦対して、北軍の陸軍と海軍が合同で行った攻撃である。フィッシャー取は、南部のジブラルタルと言われることもある、南軍最後の主要海岸拠点であり、 南北戦争を通じて莫大な戦略的価値があった。ウィルミントンは南軍にとって最後まで開かれている主要港だった。ウィルミントンを出港した船はケープフェア川を通ってバハマ、バミューダあるいはノバスコシアまで航海し、面会やタバコと引き換えにイギリスから必要な物資を手に入れていた。その船がフィッシャー砦で守られていた。この砦は ロシアのセバストポリにあるマラコフタワーに倣い、ほとんど土と砂で作られていた。北軍の艦船からの激しい砲火も吸収するように作られており、従来のモルタルやレンガで作られた要塞よりも効果的だった。22門の大砲が太陽を向いており、25門が陸地を向いていた。海に面した大砲は高さ12フィートの砲台に乗せられ、 砦の南端の砲台は高さ45フィートと60フィートだった。砦を構成する巨大な土盛りの塚の下には地下通路と防弾性のある部屋があった。この要塞は、ウィルミントン港とケープフェア川を北軍艦船の攻撃から守ることができた。1864年12月24日、ベンジャミン・フランクリン・バトラー少将の指揮する北軍が2日間に渡って、 攻撃をかけたが撃退された第一次フィッシャー砦の戦い。北軍は1865年1月に、今度はアルフレッド・テリー少将の指揮で戻ってきた。テリーはユリシーズ・グラント将軍に選ばれ、ジェームズ軍から暫定軍団9000名を率いた。デイビッド・ディ・ポーター海軍少将は12月の失敗した試みの後で来た。 大西洋封鎖戦隊の60隻の艦船を引いて、ノースカロライナ海岸に戻ってきた。南軍は WHC ホワイティング将軍が、k f フェア地区軍を指揮しており、この方面の指揮官、ブラックストン・ブラック将軍に援軍を送ってくれるよう、要請した。ブラックは、ウィルミントンを守るために必要と考えていたので、その軍隊を減らしたくはなかった。最終的には、 ウィリアム・ラム大佐が守るフィッシャートリデに援軍を送り、トリデの守備隊は1900名になった。ロバート・ホーク少将配下の6400名の一個次第が、トリデの北の半島に駐屯していた。ホワイティングは自らトリデに行って指揮官に、ラムよ、あなたと運命を共にするために来た。あなたと、その守備隊は犠牲になると告げた。アルフレッド・テリーは、以前に、 チャールストン港の包囲戦で部隊を指揮したことがあり、アメリカ海軍と協調する重要性が分かっていた。ポーター提督と共に共同攻撃の作戦を十分に練った。チャールズ・ジェイ・ペイン准将指揮下の有色人種一個師団を派遣して半島上のホーク士団を牽成することとした。もう一つのアデルバート・エイムズ准将師団は、ジョセフ・シー・アボット大佐の独立旅団の支援を得て、 半島を下って陸上から鳥を攻撃し、半島の川の方にある陸側の防壁を叩くものとした。ポーターは2000名の水兵と海兵の上陸部隊を編成し、同じ防壁の海側端で鳥の海側を攻撃するものとした。1月13日、テリーはホーク軍とフィッシャー鳥の間でその軍隊を上陸させた。ホークは ウィルミントンへの道を開ける危険を犯したくなかったので、北軍全軍が無事に上陸する間、交戦を控えた。翌日、テリーは南の砦の方へ進み、砦を偵察して不評による攻撃が成功すると判断した。1月15日、ポーターの砲艦が砦の海側に対して、砲火を開き、正午までに二門の大砲を除き沈黙させた。この艦砲射撃の間、 フォークはその前線からフィッシャートリデまで約千名の部隊を派遣したが防御線の中に入れたのは約400名に過ぎず残りは引き返さざるを得なかったこの頃キダー・アール・ブリーズ海軍中佐に引き入られた水兵と海兵が上陸しトリデの陸側と海側の防壁が結合されているパルピットと呼ばれる地点に進軍したこの攻撃は大失敗だった海兵は 連発拳銃とカトラス、探検で武装した水兵が突撃するのを援護射撃することになっていた。しかし攻撃は組織立ってはいない集団で進行した。ホワイティングは自ら守備隊を指揮しこの攻撃隊を回送させた。しかし、この攻撃でエイムズが攻撃開始の準備をしていた川の門から南軍の注意をそらした。午後2時、エイムズは N. マーティン・カーティス名誉順賞の旅団を、まず進発させ、カルーシャ・ペニー・パッカー大佐とルイス・ベル大佐の旅団は、待たせた。カーティス旅団の前衛部隊が斧を使って防作や、酒もぎを切り開いた。カーティス旅団は、外側の工作物を制圧し、最初の防衛戦に殺到した時に、大きな損失を受けた。この時点でエイムズは、ペニー・パッカー旅団に前進を命じ。 エイムズも砦出の中まで同行した。エイムズが前進し始めると、南軍の狙撃手が、エイムズ隊に照準を合わせ、エイムズの周りにいた多くの副官を倒した。ペニーパッカー隊が、川側の門から突入し、エイムズは、事態の一部に、砦出の中で、防御陣地を構築させた。一方南軍は、半島南端にあった、ブキャナン砲台の大砲の向きを変え、 北軍の手に落ちた北の防壁に発砲した。エイムズは、カーティスの先導隊が第四の防御戦で、立ち往生しているのを認め、ベル旅団に前進を命じたが、ベルは砦に到着する前に狙撃兵に殺された。ホワイティングは、砦の裂け目や内部に、北軍攻撃部隊が溢れるのを見て、この木を自ら反撃隊を率いる時だと判断した。北軍兵に突撃する間、 何度も降伏要求を受けたが、その度に拒否し、銃弾に当たって致命傷を負った。ポーターの砲艦は、北軍の士気を維持することに貢献した。その砲手の照準は恐ろしく正確であり、北軍が海側の防壁に近づくにつれて守備隊を排除し始めた。カーティス隊は激戦だった4番目の防衛戦も攻略した。ラム大佐は病院にいた病気や、 負傷兵まで砦に残るあらゆる兵士を集め始め、最後の防御戦での反撃に備えた。ラムが突撃を命じようというまさにその時、重傷を負って倒れ、ホワイティングに続いて、砦の病院に担ぎ込まれた。エームズはその時の陣取りで、残号戦に移るよう指示した。この指示を聞いた、興奮状態のカーティスは隙を取り上げるとそれを、南軍の残号に向かって投げ込み、 これよお前たち、お前たちのためにやってきたぜと叫んだ。戦闘に入って約1時間経った頃に、カーティスは、エイムズとの競技に戻る途中で負傷した。ペニーパッカー大佐も戦闘が終わる前に負傷した。大変な戦いが何時間も続いて、暗闇になってからも長くなり、海からの砲弾が飛び込んでくる中で、エイムズはその連帯指揮官や旅団指揮官のすべてが戦死。 または負傷したために次第に統制が取れくなった師団と共に戦った。テリーはアボット旅団を攻撃の支援のために送り出し、その後砦りの中でエイエムズに交流した。一方、フィッシャー砦りの病院ではラムが指揮権をジェームズ・ライリー・少佐に渡し、ホワイティングはブラック将軍に最後の遠平要請の伝令を派遣した。ブラックはまだフィッシャー砦りが落ちていないと信じ、 ホワイティングの要求にもあぐんでいたので、アルフレッド・コルキッド巡将を派遣して、ホワイティングを解任し、フィッシャー砦の指揮を引き継ぐよう指示した。午後9時半、コルキッドが砦の南基礎に上陸した時は、ラム、ホワイティング及び負傷した南軍兵がブキャナン砲台まで押し込まれた時だった。この時点で、南軍のフィッシャー取り出死は不可能に近くなっていた。 海側の砲台は沈黙し、北側の防壁はほとんどすべて占領され、エイムズは内部の両方で防御体制を敷いていた。しかし、テリーはその夜のうちに戦いを終結させることにした。エイムズは攻勢を続けることを命令し、側面攻撃隊を編成し、一部は防壁の外から進撃して、南軍の最後の防御船の背後に回り込む予指示した。数分のうちに、 南軍の敗北は間違いのないものになった。コルキットとその参謀はアボット隊が桟橋を確保する直前にボートに駆け足でたどり着いた。ライリー少佐は白旗を持って北軍の前線に歩み寄り、砦は降伏する胸を告げた。午後十時直前にテリーは馬でブキャ家ン砲台まで乗り入れ、ホワイティングから砦の公式の降伏を受けた。フィッシャーの喪失で、 南軍の最後の開港の運命が閉じられた。このことは南軍が新しく形成されつつある世界の貿易市場と隔絶されることであり重大だった。1ヶ月後ジョン・マカリスター・スコフィールド少将の北軍がケープ・フェア川を遡り、ウィルミントンを占領した。1月16日、北軍の縮小気分は砦の火薬庫が爆発して、 火薬この屋根の上で寝ていた104名の北軍兵が殺害された時に損なわれた。ウィリアム・ラムはこの戦闘で生き残ったが、その後の7ヶ月間は松葉杖が必要だった。ホワイティングは捕虜になり、収容所にいる間に死んだ。ペニーパッカー大佐の傷は致命傷と考えられ、テリーは殉承への名誉昇進を受けさせることを保証した。 ペニー・パッカーはテリーが約束したように名誉昇進を受けたが2月18日に20歳で正式に志願兵の巡勝に昇進した今でもアメリカ陸軍でその階級を受けた最年少の記録となっているその後1916年まで生きた N、Martin ・マーティン・カーティスも巡勝への正式昇進を受けカーティスとペニー・パッカーはこの戦闘での功績で名誉勲章を受けた アメリカ合衆国陸軍長官、エドウィン・スタントンが思いがけずフッシャートリデを訪れ、テディーがスタントンに守備隊の軍機を贈呈した。暫定軍団、アルフレッド・テリー少将、北、大西洋封鎖戦隊、デイビッド・ディックソン・ポーター海軍少将、アセス・サスケ・ハナ及びアセス・ポー・ハタン以外の、艦船リンクはすべて英文。ノースカロライナ方面軍、ブラックストン・ブラック将軍、 第3地区 WHC ホワイティング少書、BR 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。